ジェニー・ウィリアムズは、ジンバブエの人権活動家であり、ウィメン・オブ・ジンバブエ・ライズ、ウザの創設者であり、ロバート・ムガベ大統領政権に対する著名な批評家である。ウィリアムズは、ジンバブエのグワンダで生まれ、彼女は、アイルランドとジンバブエの両親から生まれた。彼女は主に母親のマーガレット・メアリーニー・マッコンビルに育てられる。マーガレットの父親は、 ケリー県リストウェル出身のアイルランド人でアーマー県からローデシアに移住した。彼は金炭鉱者になり、マ、ま、タベレ族のバーレジモヨと結婚しました。彼女の父親はアイルランド人であった。ウィリアムズは16歳の時に母親に言われて高校を中退し、兄弟たちを学校へ行かせるために働いた。1994年、彼女の長兄がエイズで亡くなった。 1994年から2002年まで、ウィリアムズが所有を呼び率いる広報会社は、ジンバブへの商業農民組合を代表を務めた。これは、ウィリアムズの会社とムガベとの対立を生じさせ、土地改革の手段として白人所有の農場を押収するという彼の方針のためであった。ムガベが退役軍人に白人所有の農場を強制的に引き継ぐよう奨励した後、 ウィリアムズは彼女が人権侵害と呼んだものに抗議し始めた。彼女はまた最高の農場がムガベの政治的同盟国に与えられたと主張した。結果として生じた警察への嫌がらせでウィリアムズは会社を閉鎖することを余儀なくされた。ありがとうございます。